体が、せっかく簡単に取れたのに、ノグサ。ノグサ入ってるね。セルシオンの時も期待させたきゃなんかこうどんなもんじゃい。なんかこう裏の期待はこれさこうくっついてくるのかな。そうそうそう、俺もそう思ったんですよ。あのセンサーと一緒にね、うん、こうこうこう。出てきましたよ。あれ。これ。これ。
中途半端なのよ。やったですの。なしてこう、まあそれこそ3日4日前にかかってたのにってなるんだろうね。たまたま、設定がずれてしまったとかあるよね。いっぱいこう接点があるんだけど、それに止まる位置がちょっと悪くて接点がずれてしまってもあったとか、それが古くなってくると余計だから、昔の人はあのセルモーターでもカンカンと叩いてちょっと動いて、さすがにこれは叩けないからね。うちにかからなくなってやったからね。でも調子いいっすね。でも来た時も5年動かしてねえっていうのは、うちも早速会長になってきたよ。オイル真っ黒で。いやー、すごいもんだ。これの、ほら、春塩ね、ずっと前、実はプーリー頼みの直してくれて調子良くなったんだけど、これさ、あれから豆にエンジンかけてるんだけど、3日かけねがたけかかなくなってさ、あれガソリンポンプ、フィルターポンプはダメだった。なんでさ、の3日前ちゃんとしてたのに走ってるわけでね。バッテリーもね、充電し直さねばエンジンかからない。ガソリンのカスいっぱいついてた。してさ、やっぱり中国製の部品ね、ポルシェと一緒で買えた、全然値段違うところでさ、まあちょっとこういろいろ細かいところさ合わなかったんだけど、審査員いろいろ細工して取り付ける、ホースだの合えば何でもいいって言ってたからさ、ちゃんと昨日この間動画で見すでにエンジンはかかったので、まだエンジンかかったんでの移動して洗車したりの、ちょっと仮ナンバーまで借りてきて走ってみるね。今回の中国製部品は持てばいいのの、そういうことでね、もう一回出なし、ま、これからもちょくちょく直しながらだね。審査はこれはもったいねえから直すべって直してくれ、そういうことで出なしヘルポンプね、結構